夜の走りです。反対側、さっきと。はい。橋からの景色です。綺麗ですね、ライトアップが。はい。レストランの人たちは結構呼び込みが激しいですね。さっきニーハオって言われました。向こう側に行くのはこういう通路が途中にあって向こう側にも行けますね。はい、だから下を通った方が良かったですね。オンラインで結構です。バルベルの自分たちの部屋で見せるわけよ。こっち側の景色はそんなに綺麗じゃない。ビールですね。クラフトビアの 20リラ、大体450円くらい、結構美味しいですね。有名なサバサンドです。食べてみようと思います。ちょっと待ってますね。一人で寂しく食べてます。サバサンド美味しいですね。10トレコリラなんで240円ぐらい、結構美味しいですね。マクドナルドのフィレオフィッシュ食べるより全然いいですね。こちらサラダですね。これ20リラです。きゅうりと玉ねぎとトマトが入って、まあ酸味が効いてて美味しいです。なんか貝の下ご飯がとってますね。10リラならまあ美味しいかなって感じですね。ご飯は冷たかったです。スープオブザデイです。よく味はあんましないですね。豆なのかな。10リラですね。今寒くなってきたんですけど、あったかいものがありがたいですね。100匹の方ですね。良かったんでヒーターつけてくれました。結構あったかいです。まあ、寒いんで中に入らせてもらったんですけど、結構な音量でやってたんですね。これこの音楽なんですかね、これが。